はい、皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井です。本日はですね、ダブルマトリックスという治療について解説させていただきたいと思います。全く聞いたことがないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、これはですね、AGA 治療の中で、メソセラピーとかハーグ治療、いろいろこう、頭皮に注射をしたりする治療、そして毛髪を再生する治療があると思うんですけども、おそらく現代の、治療の中でですね、毛髪再生としては最新最鋭そして最強の治療だとの、一つだと言えると思います。これはですね、イタリアでですね、リジェネラという治療が始まったんですけど、それをスペインのドクターが薄毛治療に、発展させまして、さらにそれをですね、日本で、私たち湘南グループが、ダブルマトリックスという治療に発展させた治療になります。簡単に言いますと、自分の毛根を採取して、それをリジェネラというイタリア製の機械で細かくですね、50ミクロ細胞と同じ大きさまで、細かくします。そうすると、その中にですね、幹細胞、髪の毛を、成長させていくにはですね、幹細胞というのがあるんですけども、2種類の幹細胞が反応して髪の毛は成長していくんですね。上皮性の幹細胞と寛容性の幹細胞。で、この2種類の幹細胞が入っているものを粉々にするとですね、その中に、成長因子といいまして、細胞を成長させていく、髪の毛を成長させていく成分が入っているんですね。ですから自分の成長因子を注入していくというのがこの、ダブルマトリックスになります。普通のメソセラピーはお薬ですね、他の人の細胞から抽出した成長因子を使っているところがほとんどなんですけど、自分の成長因子を使う、しかも生で取ってその場で使う、しかもダブル、寛容系の幹細胞と、いわゆる、毛根ですね、毛乳頭周囲にある寛容性の幹細胞と、それから、バルジ領域というところにある上皮性の幹細胞、この2つ、幹細胞が入っているのでダブルマトリックスというんですけども、自分のものですから副作用がほとんどありませんし、効果は最も高い、ご理解いただけるんじゃないかと思います。で、早速ですね、今日は32歳の男性の方でダブルマトリックスをされた患者さん、1年経過したところで、写真をですね、撮りに来てくださった患者さんがいます。この患者さんは、そうですね、他のクリニックで、内服の治療をされてるんですね。ですから詳しいところまで本当なのかどうかまで私もはっきり分かってないんですけども、当院ではダブルマトリックスだけを行うということで来られました。で、フィナステリドは1ミリ、ミノキシジル5ミリをずっと飲まれている患者さんらしいんですね。で、お薬はその間1年間変わってないということでした。で、これがですね、まず、どれが真ん中ですかね、真ん中から分けた写真、これが一番よく分かるんじゃないかと思うんですけど、特にこの辺が薄いのは分かりますよね。そして、この患者さんは植毛はされていません。で、治療1年後、右側の写真と比べてみますと明らかに薄毛が変わってます。良くなってます。で、完全に同じ場所ではないんですけども、この、デジタルマイクロスコープですね、大体私たちが同じここのところここのところって撮っていく、のでこの辺だっていうことは同じところなんです。大体は同じところなんですけど、比べてみるとやはり右側の方が弱毛化が少なくなってますよね。そして、次はこの生え際ですね、こうアップにしたところ、生え際はですね、の真ん中のところは良くなってるんですけど、残念ながら M 字のところはやはりすごい効果とは言えないでしょうかね。やっぱり植毛にはかなわないというところがわかるんじゃないでしょうか。それと、次はですね、つむじのところですね。このつむじのところもですね、どうでしょうかね。ちょっと写真の情景も若干違って、左側の方が
少し明かりが強いので、うん、まあちょっといいかなぐらいですかね。で、あの、マイクロスコープも、あのつむじのところのマイクロスコープは分かりやすいんですね。こうぐるっと回ってるところなんで、まあ、同じような場所、完璧に同じではないんですけど、そうやってみると、まあ、そんなに良くなってるってほどではないんでしょうかね。このようにですね、まあ、効果というのは、場所によってもこう違ってきます。そして、あ、これが正面から見た入りはですね、ちょっと順番逆になってしまいましたが、先ほど下向きでね撮りました。まあ若干この辺が良くなってるかなというところで、やはり M 字の部分はそれほどでもないですね。ということで今日の、まあ、まとめですね。これダブルマトリックスというですね、まあ、皆さんの中でもメソセラピーとかハーグ治療とかいろいろこう注射をしたりとか、いろんな名前クリニックによっては違うんですけど、成長因子というものを入れて髪の毛弱毛化したものを、太くしてくる治療をされている方がいると思います。私たちもメソセラピー、スマートメソと、それからジェットメソ、クイックメソというのを湘南グループでやってますが、今回はダブルマトリックスといってですね、他の治療とはちょっと違います。自分の毛根を採取してそれから作ったお薬を注入するんで、まあ、いわゆるジュースで言えば生ジュースですね。絞りたてのもので、注射します。自分のものなので副作用がほとんどありませんし、それから効果が高いというですね。ぜひですね、まあ、ただ生え際に関しては食毛にはかなわないですね。今日症例を見ていただきましたけども、この全体的にちょっと薄くなってて、まだ細い毛があるというところが太くなってくるということが、この、デジタルマイクロスコープの写真で分かっていただいたんじゃないかと思います。今ですね、この治療を受けられるのは今大学病院の形成外科でもどんどん始まってるみたいですけども、症例数は圧倒的に私が一番だと思いますので、まあ、もう数百例ですね、3年ぐらいですかね、やってます。よかったらぜひこの、概要欄をですねご覧になっていただいて、ぜひ私のカウンセリングに来てみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。髪の髪チャンネルでは髪の毛の悩みですね、AGA とか植毛、それから女性の方の美満性型薄毛、さらには、眉毛のアートメイクとかですね、髭の悩み、そういった毛の悩みについて、解説しております。今日もですね、もし、私に相談したいなとかですね、自分はこう、植毛したらどうなんだろうかという相談したい方、ぜひ私たち湘南 AGA クリニックのホームページ、この概要欄に書いてあります。また、メール相談ですね。私に直接写真を撮っていただいて、こんな感じどうなんでしょうか、見ていただけませんかというメール相談とかもできます。ぜひ概要欄見てみてください。そして、この、髪の髪チャンネル、聞いていただいて、見ていただいて、ためになったなという思っていただいた方は、ぜひいいねボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。